예, 오랜만입니다. 오늘은 조금 특이한 주제로 이야기를 나눠야 할것 같습니다. 그 특이한 주제에 맞는 특별한 손님, 게스트가 세 분이 오셨습니다. 久しぶりですね。今日はちょっと特別なテーマで話し合おうと思います。で、そのテーマに合う3人の先生を招待して、この場を作りました그리고 뭐 일단 순서상 나 자신을 먼저 소개하겠습니다. 나는 마로니에 방송 대표 기자 유초하입니다. 그리고 옆에 계신 분은 오늘의 이제 주 대담자이신데요. 일본의 야마구치 대학의 명예교수이시고 주된 전공은 정치학입니다. 그리고 군관계, 국제관계 이런 걸 두루 다루고 계십니다. 今日のゲストは山口大学の高血圧先生で、政治学と軍事学の専攻の先生です。예, 또한 분은요, 한중일 그 상호관계, 국제관계를 주로 다루고 있는데, 일본에서 이제 박사를 받으셨고, 그리고 최근에 이제 한일관계, 이런 거, 그에 관한 여러 이슈들을 주로 정치의 측면에서 다루고 계십니다. 隣にいらっしゃる先生は日本で政治学の勉強をしまして、ここで反中日三国の交流について働いている先生です。그리고 지금 방금 쭉 말씀해 주고 계신 순차 통역을 해 주고 계신 분은 한국 외국어대학 교수이시고, 저는 교수가 아닌데요. 아닙니까? 하여튼 주 전공은 교육 사상입니다. 김경옥 선생이십니다. 오늘의 가장 중요한 이 미디어 소통을 해주시는 분입니다. 이기나리주약을타노마레테코마테마스가와타시아가이다이한국가이다가이국고대학데희조킹코시오야테르김경옥도모시마스요시고오네가이시마스오늘의주제는 뭐 전반적으로 말하자면 최근의 한일 관계 또는 최근의 한일 관계에 관련된 과거 사에 관한 일종의 고구 뭐 이런 정도가 되겠습니다. 그냥 뭐 탐구, 조사, 더 오늘의 살펴보기. 전반적인 이야기는 삼국의 관계, 이슈가 되어 있는 삼국의 관계에 대한 이슈가 되어 있는 것을 말하려고 합니다. 최근에 이제 한국에서는 한석달 전에 뭐 새로운 대통령이 나와서 새 정부가 들어섰습니다만, 그래서 그 이전까지 이루어졌던 한일 관계 중에서 좀 아무래도 한두 가지는 적어도 이제 조정이 돼야 할 것이 있지 않나 생각합니다. 그러니까 박근혜 정부 때에 그 한일의 과거사, 특히 위안부 문제에 대해서는 일정한 조건, 그러니까 일본에서의 일정한 돈 부담 이런 걸로 하고 기구부 하나 만들고 이런 거. 그렇게 해서 최종적이다, 불가역적인 그 타결을 했다. 더 이상은 변경 같은 건 있을 수 없다. 그래서 가령 그 협정에 입각해서 일본 정부에서는 이런 말 이제 소녀상이 계속 생겨나는 것 같은 걸 막고자 하고 이런 약간의 갈등이 있죠. 韓国では新しく
政府が 作られたんですが、 その前に管理機関にあったいろんな条約というか、そういうのを新しく考え直さなきゃならないことがいくつかあって、それについて話しようとしてます。 그러니까 이 한일관계는 지금 트리티 조약이라기보다는 어그리먼트 정도일 겁니다. 그러니까 협정 뭐 동의 정도인데, 그 이제 고케츠 선생님께서 이제 답을 해 주셔야 될 것 같습니다. 아무래도 최근 그 사태들을 쭉 보아오셨을 테니까, 그러니까 지금 그 중심 이슈가 뭔지를 대충 그 파악하고 계실 겁니다. 그러니까 한국 정부에서는 최근에 불가역적이다라고 표현된 것에도 불구하고 한국 국민들은 다 수용하기가 어렵다. 특히 당사자인 그 과거 위안부인 지금 할머니들이 강력하게 거부하고 있다. 이런 것이 현실이거든요. 그래서 그거에 관해서 어떻게 보시는지. 맞아요. 위안부 문제という 話に入るんですが、韓国では韓国の一般的な認識では、その条約というより強制ですか、この前の政府がやった強制がもう終わったと言われてるんですが、まず終わったというよりは、 そうですね、当事者というんですか、そのおばあさんたちが認めてないから、それを受け止めてないから、まだ解決できたのではないっていう、そういう認識を持ってらっしゃるんですね。ただ、韓日間の強制の場では、 非化益的な、取り戻すことができない強制であるというふうに言っているんですが、本人たちが認めてないその強制というのはやっぱりちょっと無理ではないかと思いますね。だからそれをやり直して考え直さなきゃいけないということを今 話しているんですが、先生の上田氏のまず基本的な考え方から申し上げたいと思います。今日本政府と韓国の政府との間では、いわゆる合意をされたということになってますけれども、この合意というのは両国間で結ばれた協定とか外交条約ではないので、これは実質的には 먼저 아주 기본적인 것부터 말씀드리자면 고의 때 뭔데요, 선생님? 고의, agreement. 고의. 협의。その従軍違反問題を解決するために両国政府が合意をした。つまりお金を従軍違反の方に支払って、で、 そのことですね。でも両国政府解決をしたっていう形になってる。자 지금 한일 간에서는 서로 합의를 했다고 하지만 그게 합의가 이루어졌다고는 생각할 수 없는 문제다라고 말씀을 하세요. 네. 아까마대 これは 어디까지나 이건 前の朴槿惠 大統領の時代に結ばれた合意であって、 박근혜 대통령 전 대통령 시대에 협정이 된 그런 그 합의였고, 네. 제가 この合意というのについては大変大きな疑問を持っています。그 합의에 굉장히 의문을 가지고 계시다고 말씀. というのはこの合意というのはアメリカの政府が日本と韓国の政府に対して いつまでも喧嘩をしないように、この従軍違反問題では解決をしなさいというアメリカからの強い指示、要請を受けて行われた合意であります。
이 합의는 어디까지나 뭐 한일 간의 그 양자 간의 관계가 아니라 미국으로부터 양국 간의 어떤 그런 그 뭐 교류라든지 이런 것들을 미래를 위해서 이렇게 하십시오라고 주문을 했기 때문에 받아들이게 된 것이지 자의적인 거는 아니었다고 그래서 그런 부분에 대해서 의문을 가지고 계시다고 말씀합니다. 가장 중요한 것은 피해자의 심정, 기모치에 열이서 세지를 行う ことです. しかし, この合意というのは 아메리카 정부와 한국 정부와 日本の政府の合作でしかない。被害者の方たちの気持ちっていうのが雨ではスキップされちゃってる、無視されちゃってる。ここが大きな問題だと思います。 제일 큰 문제는 그 피해자 당사자들의 그런 어떤 심정이라든지 상황이라든지 이런 것들이 그 수렴이 돼야 하는데 그런 것들이 무시된 미국 정부나 한국 정부나 일본 정부가 정부 간의 어떤 그런 합의에 밖에는 미치지 않는다라는 게 가장 문제점이라고 생각하시는 것 같아요. 19년 문제는 역사 문제입니다. 역사 문제는 그 나라의 정권의 都合によって 変えられてはいけません. あくまで 피해자의 立場に 立って これを 救済を するという スタンス これが最も大事なんですけども 日本の安倍政権もそれから前のパク政権もそれがほとんどなかった。これは非常に大きな疑問です。 역사 문제는 정부와 정부, 국가와 국가 간의 문제이기 때문에 사실은 그 원래 그 이런 피해자 이런 분들의 어떤 그런 심정이라든지 상황을 가장 우선적으로 해야 되는데도 불구하고 과거에 그 박근혜 정부라든지 아니면은 아베 정권에서는 그런 부분을 전혀 염두에 두지 않았다는 부분을 말씀하십니다. 예, 하여튼 지금 이 문제는 계속 뭐 이야기하려면 훨씬 길겠습니다만 일단 여기서 끝내야 될 것 같은데요. 네. 그 일본 정부가 일단 잠정적으로 이제 10억 엔이라는 돈을 냈고 앞으로 이 문제를 해결하기 위한 연구를 계속해 나가겠다라고 해서 일단 봉합이 됐는데 이제 방금 말씀하신 것처럼 이게 한일만의 문제가 아니고 국제 문제가 돼 있기도 하고 또 정부 간의 문제만으로 사실 해결될 수 있는 것도 아니기 때문에 앞으로 논의해야 할 것이 훨씬 더 많을 것 같다 뭐 이런 정도로 끝내야 할 것 같고요. 최근에 한국에서 재밌는 영화가 하나 나왔습니다. 네, 사이키 하시마니 치이테노 한국대 그 하시마니 치이테노 에이카가 그 제목이 군함도? 그래와 테마가 군함도 という 映画です. 아주 관전지ですか? 관객을 아주 급속하게 선풍적으로 끌어모으고 있습니다. 관객이 무수고이ですね. 네, 그것이 이제 실제 1940년대에 있었던 그 단도, 그 하시마에서 있었던 그 탄광에서의 사건입니다. 소리가 1940년대에 실제로 있었다 그 話なんですね. 네, 그거에 관해서 좀 그 줄기만 좀 이렇게 훑어보고 지나갔으면 좋겠습니다. 소련について 대략 話し合いたいと思いますね. 그게 한 120명, 120여 명이 죽은 걸로 대충 나와 있습니다만. 속고대 120명 ぐらい 死亡した 근데 이거 조선인들이 그때 건너갈 때 강제로 갔다는 쪽도 있고요. 또 돈 벌기 위해서 말하자면 이 홍보 유혹에 빠져서 갔다라고 하기도 합니다. 소련이 찍을 때, 조선으로 갔다니 찍을 때, 입보대와 교세대끼니 지뢰라래 때 이까랬다 っ 話と 모입보대와 가세기니 미스카라 있다 という 話가 아るんですが 그게 진상이 어떻게 되는 거죠? 그 진상의 것과 どうなってるか ということなんですね. 일본 정부도 교세連行에 대해서 強制性, 強制性 という 非常に 曖昧な 言葉を 使っています. 実際の 強制連行, つまり 命令で 連れてくる 케이스, これが 強制連行です. 강제 연행이라는 건 굉장히 일본에서 뭐 강제라는 그 용어가 그냥 애매하게 해석이 되기도 하는데 교세 일본では 강경으로 する, 즉
仕事があるから稼げるから、ね、あるいは、修学の勉強する、うんうん、修学のチャンスもあげるからっていう、これを甘い言葉、還元って言うんです、うんうん、還元を労して連れてくるケース、だから強制もあれば反強制もある、うん、そうですね、自ら進んで積極的に日本にやってきたっていう朝鮮人の労働者は私は少ないと思っています。그일본에서도강제도있고반감뭐그그렇지않은부분도있지만스스로뭐그강제가아닌예를들면뭐돈을벌수있다또는또그수학을할그공부를할수있게뭐그런기회를주겠다뭐이런얘기로스스로간사람들은굉장히적은숫자로알고있다고네뭐양쪽다섞여있었겠죠그근데다만이제도착한이후에대우라든지그실질적인그페이먼트라든지그노동의조건이라든지뭐이런것이그거는아마별차이가없지않았나싶습니다만이고도끼와뭐요호노그호호데그가타스데있단데스가이때소코데노그하이려도가소코데노그난또이말이마스가소노그状況は同じじゃなかったかなという話なんです、はい、あの歴史的にはですねこういうふうに認識すべきだと思います。つまり日本が朝鮮を植民地にしてからつまり1911年から1945年までの間に約200万人の朝鮮の人が日本にやってきました。네네、그일본의이제그일제강점기때1911년부터45년까지200만명정도의조선인이일본으로간걸로그렇게알고계세요。時間軸を1911年まで遡って考えるならば自主的に来た人もそれから反強制的に来た人もいるでしょうけども、大事なことはその日本が戦争が激しくなった時に韓圧戦つまり日本の国家がその主導権を握って文字通り強制的に朝鮮人を労働者として日本に政策として国策としてやるようになるんです、うん、ですから韓圧戦以降はこれはもうほとんど非常に強制性が強いと言わざるを得ない、うんうん、그일본이전쟁에돌입하고나서는아주그뭐랄까강제적인그이전하고는조금다른그런강제적인그런그연행내지는뭐이런강압적인그런그그게국가적국가的나아래국策として連れてくる국策というのは국가政策국가그의어떤그런그정책으로서정책의일환으로서강제연행이되고1939년부터강압선이시작됩니다강압선이라는건뭐죠압선する압선する알선그본질선생이약간교세的な알선이돼요압선ですね압선ですから国が絡む断れなくなる大体79万人の人たちが韓圧戦で日本に連れてこられてですね。79万人。79万人。だからこの非常に強制性が強いというのが歴史的な判断です。日本について。이강알선이라는용어를쓰시는데요강알선이라는건국가가강제적으로알선을한다근데그알선이라는용어가굉장히애매하지않습니까그래서좀애매하네요그알선이라는거는뭐중계나뭐이런거나마찬가지인데국가가강제적으로알선을한다는그런입장에서는거기에응하지않을수가없는거죠뭐네네이해할만하죠네네그런상황이고또그래서79만 명이그당시에동원이됐다고79만 인가강아센이요때그79만명정도가그강제적인알선에의해서일본으로방문한상황이라고그요거에관해서방희식선생님도약간더보태실수있을까요제가좀약간보충설명을해드리겠습니다 네, 네그한일그합방이후에합방이후에이제토지조사사업이일어나가지고이소장농들이거의그토지를뺏기게됩니다그때부터바로일본으로다가많은그소장님들이이주를하게되는동기가됩니다특히그
1916년도에 그 전후로 해서 일본에서 시베리아 출병 때문에 쌀 소동이 일어납니다. 그때 조선에 있는 쌀들을 상당수 일본으로 다 공출을 하게 돼서 그때 많은 그 소장님들이 뭐야 엄청난 그 공출을 하다 보니까 먹고 살 것이 예, 아주 귀해졌고 그 다음에 하필이면 그때 또 1910년대 말에 흉작이 왔습니다. 그때 당시에. 그래가지고 처음에는 일본으로 돈 벌기 위해서 간 쪽이 많았고 그 1937년 사실은 1931년 만주사변 이후서부터 시작해가지고 그때부터 바로 고객지 선생님이 말씀하신 간 알선이 있었던 것입니다. 네, 그렇게 예, 그리고 1937년에 중일전쟁이 벌어지면서부터 이제 약간씩 뭐 조선 사람들한테 돈을 벌게 해주겠다. 취업을 시켜주겠다. 지금 현대말로 하면은 취업 사기. 예, 그러니까 하여튼 요 정도로 하고 그 고객지 선생님이 잘 아실 테니까 이걸 약간 요약해서 조금 전해주시죠. 한국인가 일본에 連れられ 그 있다 토끼 としては 1916년 韓国の状況のことを今おっしゃったんですが 米騒動もあって、またいろんなそういう韓国での状況で日本に稼ぎに行ったり、また、なんというんですか、出兵に動員されたりしたことが、今おっしゃってるんですね。若干準備はですね、かけてるのし、関税因面도있고 예. 또 홍보로 해서 돈 벌러 간 면도 있다. 그런데 이제 본격적으로 강제 연행이 된 것은 1941년 태평양 전쟁이 일어나기 직전부터 그때부터 강제 동원이 이제 본격적으로 시작됐죠. 바로 이때 정도. 예, 그렇죠. 그런데 거기서 두 가지 정도만 더 이야기 짚고 넘어갔으면 하는데요. 그 하나는 영화 속에서 나오는 그 영화 혹시 보셨습니까? 그 영화에 그 집 일단 탈주 기도가 나옵니다. 그런데 그건 역사적으로는 없었던 겁니다. 그런 게 하나 있었다는 건 관객들에게 그냥 환기시키는 게 필요할 것 같고 그리고 先生、その軍ハムドという映画は先生まだ見てませんけども、いろんな部分的にはよく知ってます。軍艦島にも行ったことがございます。で、実際とはちょっと違う所もあったということを今おっしゃってるんですが、集団 脱走それはほとんどは朝鮮人炭鉱では起きてますね。だから決して珍しいケースがありません。山口の朝鮮民主。 2가지 말씀하겠다고 그랬는데 그게 짤막하게 에피소드식으로는 탈출 기도들이 있었어요. 근데 영화에서 나온 거는 꽤 조직적이고 거의 성공할 뻔한 걸로 이렇게 강하게 나오거든요. 그래서 그런 건 없었다는 이야기입니다. 예, 하여튼 그러고 그 한 가지가 뭐냐면 지금 그 현장을 일본에서는 유네스코의 그 일본의 근대 공업의 발흥의 여러 사례 중에 하나다 이래가지고 그걸 문화유산으로 등재를 추진하고 있거든요. 벌써 됐습니다. 아, 됐습니까? 네. 벌써? 그 점에 관해서 약간 코멘트를 해주시면. 세계문화유산이 決められたんですね。それについてちょっと一言。軍艦島がなぜ世界遺産になったかっていう、それは理由はですね、非常にその当時にあった非常に珍しい建築、高層アパート、今でいう高層マンション。それが集めた建築学の遺産っていうのがあるということが一つ。それが、軍、橋間、この、国が、軍、世界文化遺産に된이유 건축이 굉장히 그 당시에는 조금 그 뭐랄까 그 앞서간 그 아파트 구조물이지 않습니까? 그런 건축물 때문에 건축 때문에 네, 건축물 때문에 그 문화유산이 된 이유가 그 한 가지고 또 한 가지는 뭐 그렇죠? 가장 큰 문제는
実はその朝鮮の方々がたくさん犠牲になられた、うん、強制連行されて脱走事件も相次いだ、うん、まさに隔離された島、うん、ある意味では刑務所のような島だった、うん、 そうですね、その歴史の悲劇性、悲劇の部分については全く、見ていない、うん、そういう総括がなされて世界遺産に登録申請をして世界遺産になった、うん、で世界遺産の審査の方も、うん、その過去の歴史についてうんぬんってほとんど無視されてるんですね、うん、だそういう残った建造物いうものに焦点が合ってしまっている、うんうん、私はその世界遺産にするということには非常に大きな問題だと思ってますね、うん、という선생님이보신그개인적인그런그의견으로서는그게세계문화유산이된거에대해서굉장히문제가있다라고생각을하시는데 그문제가있는게사실은그조금아까도말씀드렸다시피세계문화유산이된이유는건축물이라든지뭐이런게그인정을받아서 세계문화유산이됐지만그안에서벌어졌던예를들어강제연행이돼서그아주열악한환경속에서채광그일을했던그런사람들의어떤상황이나그다음에그런그불합리함뭐이런것들은전혀그무시된그런그런역사가무시된그다음에그런거에좀이렇게그그런걸바라보지않은그런게뭐랄까그거론하지않은그런상태에서그세계문화유산으로그역사는무시되고그현장물만그비춰진그런점에서그세계문화유산이됐다는거에대해서굉장히문제가있다고생각을하신다네조세단과는하시가또가될것같습니다그래서하시마도뭐네군관지마도뭐그조선의人が犠牲になって海底に眠っておられるそれでも世界遺産にしたところが山口に長く生きると書いて長生炭鉱が長生炭鉱そこもやはり海運で落盤事故があってこれから手があるんだよで137人の朝鮮の人たちが海に沈んだら先生、うん、長生炭鉱はそこまで後だね잠깐만여기서잠깐만ブレイクルを가지겠습니다ブレイクル別に話약간왜냐면지금한30분가까이가기도했고물론앞에걸잘라도한15분정도됐습니다그러니까일단조금자른걸로하고그하시마토막을조금 바꿔야될것같아요지금야마구치쪽으로나오는것같아가지고그거는토막을바꿔서시작을했으면좋겠습니다그래서저또그국일요시대から선호하나아무래도오늘의메인토픽은이조세이가돼야할것이기때문에자연스럽게넘어가기는하되약간선생님질문시선생님께질문해도괜찮겠는데예좋습니다지금은일단한국でね、その今まで話の出ている軍艦島、端島がね、大ブレイクをしたと、映画でね。それは韓国の人たちがどこに注目をして大ヒットしたんだろうか。例えばですね、後から出てくるので言いづらいんだけども、朝鮮炭鉱が映画のテーマにおそらくならないだろうと思います。それは、可視的に、見える部分というのがごく一部である朝鮮炭鉱、うん、ところが軍艦島って非常に可視化された歴史の遺産のようなものですね、うん、そうですね、で私たちがね朝鮮炭鉱世界遺産にするってことは絶対しません反対します、うん、むしろだから朝鮮の人たちの犠牲の上に世界遺産を登録するということは日本国内でもいろいろ問題がありました、うん、そうですね、だけども観光推進の人たちがやってしまった先生に質問したいが、なぜ軍艦島、韓国の人たちはどこにその注目をしてあれだけ大ブレイクしたんでしょうかね。군함도의그영화가지금굉장히인기잖아요말씀하셨듯이근데도대체한국사람들은왜어떤부분에그주목을하고있는지어떤부분을굉장히관심있게보고있는지거기에대해서아시지금한국인들이묘한그심정감상상태에있죠그러니까역시좀불편하실텐데아니요그러니까지금정권이바뀌었고오래된쌓인폐해들적폐가어느정도벗겨져가고있기도하고또외교관계에서도약간씩뭔가를좀바꿔나가고자하는기분이있습니다자한국의이만의조교이만의흥행기용을見てみるとちょっと新しく変えていこうっていう気持ち
になっているんですね。だからその一環としてそれに興味を持って、そのクンハムドという映画に興味を持っている方もいらっしゃると思いし、そうですね。あ、정말그런가요？정말그런면도있고、クンハムド영화자체에서、아니지금잠깐짧짧게좀자르는데요。그런이제이런분위기속에서지금최근에중요한그준역사물그러니까다큐멘트라고다큐멘터리일수도있고과거사니까역사물일수도있고현대다큐일수도있는데그런그중간지대의것들이영화로많이나왔고많이흥행을했어요네아さっきおっしゃったように、あの今の韓国の雰囲気がそういう状況にあって、またそのクンハムドという映画以外にも歴史とかあのこうなんというかこうせこう政治的ないろんなこうボラルじゃ그런거를그러니까주제들로보면요주제들로보면그한일관계에서식민지시대까지거슬러올라가기도하는그런그피착취피어감의역사와그뒤에이어진그미군에의한또억압과또 6.25 한국전쟁과그이후에아주가난했던시절그어두웠던시절의이야기들이막쏟아져나오는데그게다인기가있습니다국제시장という、국제시장という映画もそうだったんですが、こう歴史をこう振り返ってみて一緒になったそういう実験とかそういうのをテーマにしてあのこう映画を作ったりそうするんですね最近で他の映画もクンハムドだけじゃなくて他のそういう似ているようなこうテーマでこう作られている映画がすごく流行っているっていうその影響もあるんじゃないかなという話なんです。あか질문으로보면이런겁니다그한국인들이그어두웠던그어떻게보면별의미도없는그런거에왜말하자면열광을하느냐할때한60, 70년전의사건들인데할아버지들이했던그고생그것이오늘의우리의삶의미끄럼이되어있다그런것이사실은바닥에깔려있고그러한과거를잊어서는안된다하는다짐같은것이함께있죠그래서앞으로우리가좀더나은미래를건설해야지같은그각오다짐이런게바닥에깔려있다고생각합니다과거의역사暗くてもそうじゃなくても過去の歴史をベースにしてこれからのこうこういう、 こう歴史をちょっとこう何と言いますかその暗い歴史を踏まえてから未来を開くっていうそういう気持ちで今のこう韓国のなんか一般的な雰囲気がそうなってるんじゃないかっていう話なんですね。こう考えたらいいですか。つまり韓国はいわゆるパク・チョンヒ政権以降ですね、一旦経済が発展してきて。つまり物を作ることによって未来を開くっていう、まあ、そういう長い間が続きました、まあ、ところが最近に至っては歴史を振り返って戦後のテハンミングとはどういう時代だったのかをその未来を見つめるために歴史を見つめるというねそういう大きな発想転換が行われてきたっていう、そうですね、だろうと思うんですね、そういう、おそらくは、うん、多分先生もそういうご意見です、はい、となるとその本当にその戦後70年間平和民国韓国の人たちが韓国の歴史を総体としてどんなふうに捉えているのかそこをね非常にあの日本人としても日本の研究者としても非常に大きな興味があるところですね、うん、というのは日本の若者たちは歴史を全くまだ見返そうとしていないので、余計ねそう思うんですね、해방이되고70년정도그사이의역사를일본한국사람들은총체적으로어떻게인식하고있는지그런부분에대해서조금궁금하셨다고말씀하세요그러니까사실그
언제나 그래 왔지만 한국인들은 일본인들을 볼 때 사실 양가적입니다. 일단 첫 번째 인상으로는 거의 누구나가 친절하다. 뭐 부끄러움을 좀 잘 탄다. 전반적으로 사실 그렇죠. 착하다. 또 온순하다. 이런 느낌들을 많이 갖죠. 갔는데 다른 한편으로 역사적 체험을 보거나 오랜 그 또는 집단으로의 그 한일 관계를 볼 때에는 아무래도 어두운 것이 끼게도 있거든요. 그것이 엇갈리는데 사실은 동일이고 동일 집단이죠. 그 점에서 한국인들은 사실은 약간 혼란스럽긴 할 겁니다만. 그 일반的に 一問の話なんですが、個人的に日本の方とか日本の社会を前にしては、日本人について対して親切で、ちょっとこう、そうですよね、ものすごくいいイメージを持てるんですが、政府に対してはちょっと硬いイメージが 浮かぶんですね. 그러니까 많은 것을 아주 압축해서 생략해서 짧게 하자면 이런 겁니다. 과거를 잊을 수는 없다. 과거를 밝은 날로 결코 기억할 수는 없다. 그는 뼈시 기억해서 어떤 식으로든지 더 이상 당하지는 않아야 한다. 그러나 미래는 보다 좋은 관계로 나가야 한다. 그것을 위한 노력을 계속 한국인들은 하고 있다. 이렇게 볼 수 있을 겁니다. 過去のことは忘れてないものなんだけど、未来をためには、なんか協力してやっていかなきゃいけないということは分かってるんですが、過去のことは、やっぱり過去のことの、こう、もので、見覚えられている。 っていうか、そういう二重性があるんですよね。私は歴史学者ですから、過去はもう戻らない。저는 역사학자이기 때문에 과거는 돌아갈 수 없습니다. 헛똑똑 기억から 消えていく. 그리고 금방 기억 속에서 사라져갑니다. 근데 인간には 기록する 力が. 아, 그래도 사람들은 기록하는 그런 힘이 있습니다. 어서라고 映画も 기록する 力の 一つ. 영화도 그런 거죠. 기록하는 그런 힘이죠. 기록의 힘이죠. 어서라고 한국의 青年特に若い人たちは 기록された 過去に対して 今未来のために未来を切り開くために 一生懸命 見つめようとしている. 한국 사람들은 그런 기록에 대한 역사를 가지고 그 밑바탕으로 미래를 그 열어나가려고 하는데 일본에는 그런 게 없다고 일본인에게는 그런 면이 없다고 말씀하세요. 앞으로 이제 연대와 협력을 통해서 좀 더 나아질 수 있겠죠. 그럴까요? 이해되시오? 네. 제가 朝鮮戦争を講義で何回も扱いましたけれども ブラザーフード その韓国の映画この話をあるいはそのビデオを見せてまずそこから朝鮮戦争に解説に入ったんですね。そしたらまったく関心のなかった若い学生たちが朝鮮戦争がなぜ起きたのかということを今日本の学生がそういう韓国전쟁에 대해서日本에서강의를하실때학생들에게 한국전쟁에 대해서 이제 설명을 하시면서 얘기를 풀어나가신대요. 그때 일본 학생들이 도대체 왜 한국전쟁이 일어났는지에 대해서 관심을 갖기 시작하면서 선생님 말씀을 들었다고 얘기를 하세요. 일본인들이 한국전쟁 원인을 신세대 사람들이 네네. 이해하기는 사실은 매우 어렵겠죠. 그러나 사실 60대 이상이라면 자연스럽게 감으로 이해하고 있습니다. 日本の学生たちが韓国戦争を理解するのは難しいと思います。でも年取っている方は全部それぐらいは分かってるでしょうっていう話なんですが、先生教えてください。朝鮮戦争に関心、ここは韓国戦争と言うんですけど、朝鮮戦争、これに対しては非常に
信仰面含めて関心が低いです、うん、あ、そうですか。朝鮮戦争、韓国戦争がなぜ起きたのかといえば、うん、私は두분대답면조금여주시는게중結果として朝鮮戦争起きてますから、うん、そのつながりが朝鮮전쟁、韓国전쟁에대해서、うん、日本사람들별로관심이없대요。그렇겠죠。왜、네、それで、うん、どうですか。だから日本が植民地支配をしていたがために起きたのが、うん、私は韓国戦争だと思って日本に新民統治を했기때문에、うん、일어난게한국전쟁이라고、うん、先生は考えてる。그렇죠。韓国の分断ラインも、これは日本の植民地時代に。分断의원인도원래는일본의식민통치로인해서생겨난거라고선생님뭐더직접적으로는미국입니다만、네네、보충설명을하자면、네、저기뭐조금説明해봐아메리카のことでアメリカで分断されたというおっしゃったんですが、それ正確には違います。あ、正確にはですね、正確に言うと三地和戦というのが、伊北が関東軍の管轄下、伊南が朝鮮軍、日本の出先軍、うん、でアメリカとソ連が日本を分断する計画に対してアメリカが東平を越えて、うん、分断ラインを朝鮮半島に持ってきてしまった、うん、いう意味ではアメリカ、ソ連の責任です、うん、だけど日本が朝鮮、植民地していたがゆえにそういう分断ラインの元ができてしまった。ちょっと分かりやすいので、これを聞いてください。그원래또그그러니까좀더구체적으로얘기를하면원래그분단라인은일본의계획을하고있었던건데、응응、그식민지관계로인해서사실아노모토모토노분단라인노계획시타아메리카가분단라인노계획시타노와니혼데日本の分断ラインを計画していた。日本の分断ラインを提案したのはソ連です。ソ連が、それをアメリカが押し返したんです。朝鮮半島。그ソ連に、うん、그일본에서의분단ラインを제안을했는데미국에서그거를받아들이지않고한국의분단ラインを조성을했다라는얘기를하시네요。그게군사적인어떤계획이라고하시고、ちょっと先生、先生からのあのちょっとこうコメントがあるみたいなんで、はい、あかこ小池先生님이왜한국국민들은고난도같은영화에이렇게열광을하는가하는그부분에대해서잠시제가말씀을드립니다。前の話に戻ったんですが、前の話に戻ったんですが、先生の質問が、さっき先生の質問が、なんで韓国人はクナムドという映画に関心を持てるのか、クナムドのどこに関心を持てるのかっていう話しかあったんじゃないですが、それについてちょっとコメントを。그한국국민들이그이런식민지시대때의그어떤역사적인사실에관심을갖는것은바로한일간의역사청산이안됐다는증거입니다。네，韓国人がそういうテーマに関心を持てるのはまだ歴史的なこう歴史こう生産、韓日間の歴史生産ができていないということの証明ですという。もう、또하나가뭐냐면은식민지시대때친일파들이막대한재산을축적해서오늘날재벌들이지금은한국현대사회를지배를하고있다는것에대한분노의하나의일종의하나의분노의일종으로다가그런영화쪽에식민지시대때그영화에상당히관심을갖는것중에또하나가있습니다。뭐一つは植民地時代に親日をした朝鮮人の方がいるんじゃないですか。彼がものすごく財産をこう増やして、まだその財産で今現実の韓国の今日のこう状況を見てみたら、財産力でこの社会を支配している、まだ支配というのはちょっと無理かもしれないんですが、だからそれに反したこう犯行があるから、その理由でその映画とか過去のこう歴史のこととかに興味を持てるっていう話をしてるんですね。もういい、지금한국의그지금정치가들우리의상당수가그정치가들이많은재산을가지고있고사업재벌이라든가기업재벌이라든가하는사람들이그
재벌 축적 과정을 보면 전부 식민지 시대 때부터 시작이 된다는 사실입니다. 그런데 그것이 현대까지 와가지고 그 자손한테 그 재산이 넘어가고 그 자손들이 또 그런 권력을 누리고 있다는 것에 이 일반 한국 국민들은 분노하고 있는지도 모르겠습니다. 있는지도 모르겠습니다가 아니고 분노하고 있습니다. 어쨌든 難しい 話なんですが, 植民時期の時 稼いだ財産が韓国にいるんじゃないですか。その2世代3世代の人がその力を財産の力を利用してここで今でもちょっとそういう生活をしていると、今の政治家の中でもそういう人がいっぱいいるということで怒って、 一般の人たちはそれに不満を持って、こういう映画を通して自分の気持ちを表せるっていう形になってるかもしれないですねっていう話なんです。 지금 이야기하다 보니까 이제 군함도가 일단 그 뭐 화두가 돼가지고 꼬투리가 돼가지고 하시마 사건을 좀 이야기하다 보니까 여기까지 왔는데 실제로 연관되고 비슷한 사건으로는 훨씬 더 크고 사실 중요한 게 있었죠. 야마구치에 써 있었던 이게 우베시? 네, 리시키와 그 그쪽에 있었던 조세이 판관, 조세이 판관, 여세이 비극이 훨씬 더 컸고 그 배경이 좀 더 복잡해서 뭐 이랬던 것 같은데, 그래서 그 의미도 좀 더 뭐랄까요, 확산되고 더 크게 짚을 수 있지 않을까 싶습니다. 지금 ここでは 하시마에 대한 이야기가 盛り上がっているんですが、実はもっと他のことを見てみると、情勢炭鉱というんですか、山口にある情勢炭鉱 の例を見てみたら、橋間よりはよりもっともこう深刻な、その構成的に連れられていって深刻なことがあったことを今おっしゃってるんですね。先生いらっしゃる山口。1943年でしたかね。42年。あ、42年。2月の2日、3日かな。まあ、1942年の2月にですね、 宇部市に朝鮮落盤事故が起きました。で、ここは元々朝鮮炭鉱と言われるように、たくさんの強制連行された朝鮮人の人たちが、もちろん日本人も一緒に働かれていたんだけども、その42年に落盤事故が起きて、現在も朝鮮の人たちが 1942년 가이테르 네무토라는 곳이 있었는데 여기는 군함도보다 하시마보다 더 많은 그 규모가 더 그 아주 많은 그 조선인들이 여기에서 이제 일을, 물론 일본인도 있었지만 많은 조선인들이 끌려가서 강제로 끌려가서 그 노역을 하고 있었는데 1942년 2월 3일 날 이게 이게 무너졌지는 그런 사고가 있었대요. 그래서 그 사고로 인해서 137명이나 되는 그런 그 조선인들이 희생을 당했다고 지금 말씀을 하세요. これちょっと写真を見せましょう。これが調整炭鉱です。いげ調整炭鉱인데요。海にずっとレールが引かれていて、ここから海底に入る。日本にもたくさん海底炭鉱がありますよ。その一つです。非常に大規模な海底炭鉱。굉장히대규모적인그런탄광인데이게바다가있고바다에서부터이렇게쭉레일이깔려있죠깔려있는게보이시죠
これが落盤事故を起こしましたけども、ね、現在でも、これは現在の写真です。海中から写真なんだよ。今、これ私たちピーヤと言うんです。一回、炭鉱にバタン見て있었죠。ええ、그렇습니다。ねえねえ。通風口です。通風口、はい、海底からこう地上に空気を取れる、空気の取り入れ口です。これは現在。これは現在。예、요거는、앞에거는、저기、배기、저거、공기를주입하는곳이고、여기는물을빼내는곳입니다기본적인생존조건이다 예지금현재사진이죠예이거현재사진현재의사진ですよ現在これは現在今でもこの日本がありますこの隣で毎年2月に第一土曜日に慰霊祭をやりますで매년그2월第一土曜日第一土曜日제첫째주토요일날위령제가열리고있다고하네요毎年한국からたくさんのご遺族の方굉장히많은그위족분들이それからそれを慰霊祭やりますのでたくさんのお坊さん高層高いくらいのお坊さんがたくさんお出になります스님들도굉장히많이오셔서위령제에참가하신다고근데스몰의구체적인그진행이또는원인이어떻게해야되는것이죠그거를제가잠깐설명을드리겠습니다그스몰사고는한순간에일어났습니다그런데그전에도그우베탄강은 90% 이상이해저탄강이었습니다네해저탄강인데다른탄강에서도다섯번에걸쳐서스몰사고가계속일어났고그런데그중에하나가이조세이탄강에서는그해저가탄저갱도가낮아가지고그갱부들이광부들이탄강을탈때석탄을탈때우에배가지나가는소리가들릴정도로이렇게얕았답니다낮에스노스미스위모츠낮에시즌다노카스노탄코가낮에시즌다노카또이것도이마하나그러면은그우에탄광이많았다죠갈때이점점점더헛뜨군요이전이両石の石炭があって점점점더헛뜨군요やっぱり深く掘ると水圧に負けてしまって当時の補強では無理があったんですねだから最初からもかなり危険度が高いって言われた断面です얇기도하고점점깊이파들어가니까그수압에못이겨서그게스몰될수밖에없었다고처음부터굉장히위험한그런곳이었다고뭐私たちはですねもう私も山口に来てからですから25年もこの運動慰霊祭参加してやってます山口에서25년동안やっとこれがですね3年前にこの慰霊碑が建つことになりましたこれ約1000万円皆さんに乾杯をお願いをして長年苦労をしてやっとできたこの日の前で毎年2月に慰霊碑나이런게3년전에겨우만들어져서사실위령비가의미가있긴하지만위령제위령비근데일단보다중요한건첫번째는그당시진행의구체적인그경우와진실을밝히는데있을것같고요그러니까그걸로보면사실무너질개연성이늘보이는데그렇죠그적절한방책을취하지않았다하는점에서는말하자면법률적으로보자면그비극이발생할수도있는데뭐그냥지나가자이걸이제법률적용어로보면미필적고의에해당합니다그정도였던것같고이제아브나이っていうことが分かっているのにもかかわらずそれをこう、はい、どん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 乗っていたということはほっとしておいたとちょっと奉還しておいたということなんですよね、それに等しいと思いますね、ただやっぱり犠牲を厭わずっていうのは犠牲が出てもまずたくさん石炭を掘るっていうのが至上命令絶対命令国家の命令であっただから犠牲を감내하고도国家命令이국가적인명령이기때문에犠牲を감내하고도실행에옮긴그런예라고하겠습니다근데이제현재의시점에서보면물론위령제발굴뭐이런것은일단최소한의기본적인작업일텐데사실보다더의미가있는것은이에대한반성과성찰이있어야하겠고같은비슷한일이일어나지않도록다짐하고
그걸 구체적인 이 제도랄지 무슨 장치로 그 제대로 이제 준비하는 것 뭐 이런 것이 되겠죠. 그렇습니다. 뭐 これから のことなんですが、こういうことがあったっていうことよりも、じゃあこれからこういうことが二度と起こらないようにどうすればいいのかということを制度とか、それをこう用意していく、反省してから用意していくっていうそういう形、そういうのが大事じゃないかと。まあ3つばかり申し上げましょう。1つはこれからは 国家と国家の関係よりも、やっぱり民衆と民衆、つまり日本国と韓国、日本政府と韓国政府という関係以上に、日本国民と韓国の国民の、それは私たちは民債交流と言っています。国際交流ではなくて、国が中心なのではなくて、民が中心となる。それを民債交流と言います。やはり、 私たち一人一人の人間の命が削られたわけだから、削られてしまった命をどうやって回復するのか、いうことのためには、やっぱり国民、民衆が中心とならなければいけない。これが大事だと思いますね。 자, 제일 중요한 거는 국가와 국가, 또 일본 정부와 한국 정부의 관계가 아니라 이 민간인, 일본인들과 한국인들, 민간인들과 민간인들과의 관계, 이게 가장 중요한 그 거라고 생각을 하신다고 얘기하시는데. 근데 그거는요, 물론 이제 가장 원천적으로. 아주 일반적인. 아니, 근데 가장 원천적으로 그러합니다. 그런데, 그러니까, 궁극적 가치는 인간에게 있고, 삶에 있고, 화평에 있고, 그런 것이니까. 그런데, 그러나 구체적인 조치는 다릅니다. 그러니까, 지금. 그거가 다이지는 ですけど, 구체적인 소치としては、ちょっと、それは足りない気がするということなんですが。 だから, それを二つ目に言おうと思ったんですけども。 그게 이제 두 번째 말씀하시려고 했던 건데. 両国民が, やっぱり協力をして, 共同の, やっぱり, NGO のようなものを作る。 つまり, 歴史を通して, 逆に日本は、 韓国朝鮮日本の歴史を与えてしまったんだけれども、歴史を未来に生きるために共同で研究するんだ。韓国と日本で共同教科書っていう構想があるんだけど、なかなか実現しません。日本と中国は一応できましたけども、韓国と日本の歴史共同教科書のようなものを、やっぱり共同して作っていく。これがやっぱり一つだと思います。 그게 지금 원만하게 되질 않고 있는데 그런 문제부터 공통적으로 뭔가를 만들어가는 그런 시스템을 만들어놔야 되지 않을까라는 그런 말씀이시죠. 중요한 말씀이네. 세 번째는 이건 영국에서 말씀하는 植民地責任っていう言葉を私は使います。植民地支配責任、植民地支配責任。これが日本の多くの国民の中にはほとんど欠落している。 일본의 대부분의 사람들이 이거를 잘 인식하지 못하고 조선, 한국가 뭔가 자연히 식민지から 탈출したような 착각에 빠지게. 일본인이나 한국인이나 아주 자연스럽게 식민지 통치와 지배로부터 벗어났다고 생각을 하지만 사실은 그게 아닌 거죠. 실은 기억이 없습니다. 일본의 다음 세대에게는 한국인은 다른데 일본인은 기억이 아예 없습니다. 식민지로 지배했다는 기억이 없어요. 네, 네, 그거 말씀하시는데 그런 거에 인식이 아직 없고. 네, 네, 네. 同じ 것도 오셨대요. 근데 そこはやっぱり日本人の歴史学者としてもやっぱり十分に植民地支配責任を問うようなやっぱり
言動活動がまだまだ弱かったと思います。で一方韓国の研究者も植民地支配っていうのをもちろん我々日本人は深く反省しなければいけないけれども、今度は韓国の研究者は徹底的に日本のそのマイナスイメージに直結するような形での研究が正当な研究になってしまっている。つまり公平なその第三国人になるのは難しいかもしれないけれども、研究者っていうのはもちろん国籍は持ってるんだけども、そうではなくて国際人コスモポリタンとして大きな視点からこう過去の負の歴史をやっぱり読み取る作業が必要で、ですね、客観的に見る力が、客観的に主観的ではなくて客観的に、一応これ通用でしょ、それがとても大事だと思う。うん、そうですね、うん、それなかなか日本の研究者としては言いにくいけれどもね、韓国で、ね、そうですね、うん、그일본에서역사문제를잘인식하지못하는것또아니면그역사문제에대한그런것들을연구자로서연구자한사람으로서정말그객관적으로다루는것도그여태까지는조금무심했기때문에관심이없었기때문에그런것도원래반성은해야되지만그런게모자라지만한국의그연구자들의입장에서도물론연구자들이다국적은가지고있죠가지고있겠지만그역사를객관적으로제3자의입장에서보는그런힘그런능력이런것들이조금부족하지않았나그런그렇죠말씀을하십니다그런점도있죠근데꼭잠깐확인만합시다그중국과일본의공동역사교과서가있습니까네중국저도그저도그배치는하나씩안됐으니까중국국도일본의교수레키시교과서네쓰리ました쓰리ましたそれ만들었다고언제만들었습니까이쯤소리가뭐それは5、6년前だいぶ前です5、6년전이ただですねそれはどちらかというと中国政府と日本政府のまあ共作共に作る中国政府と日本政府我々の比較的リベラルな研究者は入れてもらえなかったああそうですかだからまあほとんど日本で言えば東京大学の一応これ大きな受賞で政府に近い保守的な歴史学者が選出されて我々のようにリベラルな八戸大学一橋っていうところですけどそこの出身の研究者私も含めてシャットアウト非常に最初から何て言うんでしょうかね国家と国家によるということで두분이대화하는자리아닙니다이쪽으로옮겨주세요제가이해를해야옮겨드리죠저지금여기서이거처음예고생많이하십니다많고해서제가잘아이런거다들어가면되는데요이게밖에서도원래아니아니밖에서이런거들어가야됩니다아무튼그역사교과서를중국하고일본하고만들때는일단뭐 5, 6년전에만든건사실이지만그멤버로선생님같으신분들은그멤버로들어갈수없었다그래서어디까지나중국정부와일본정부의그런그타협을위해서만들어진그런교과서지뭐그선생님입장이라든지객관정말그평평성이있는그런그입장에서의교과서는아니라고말씀하시는데그런데한국에서도한일역사교과서가있습니다공동으로집필한게한국내모칸지구교수상당히그좀됐습니다교수레키시교과서가아른데스때한국아소됐어요그이치만있다고또아른데스가이것이국가간의그주도하에서한것이아니고또이거는그학자들끼리예한저한일그역사그학자들이모여서그한일역사교과서를만들어서있습니다만들어있습니다근데사용을하고있지않습니다그게이제문제라는거죠그정부의정부의프로파간다를일관해서作ってるので要するに客観的あるいは純粋な今の研究成果を踏まえた普遍的な価値を持った歴史教科書ではありません。そうですね。普遍的な역사교과서는아니고중국하고일본하고만든건で普遍的なそういう考えで作られた歴史教こう交通教科書はちょっとこう使用できないじゃないですか。使用できないからねまだね。韓国で한일간에만든역사교과서는그렇게뭐보편적인것그내용을가지고있으나
사용할 수 없다고 말씀드렸고. 그 한일 관계는 적어도 민간 교류는 더 원활하게 이루어지고 있다. 네. 이런 말씀입니다. 研究者としての 관계. 네, 그래서 연구자로서의 이런 관계들은 오래전에 벌써 그 한일 그 협약, 그래 한일 합방 그것도 무효화 선언을 한 적이 있습니다. 그건 진작 있었죠. 예. 끝나도 예. 기억을 합니다. 예. 한일지 갑교 네. 그 뭐 한일 역사학자들이 모여가지고 200명인가 그랬어요. 한일지としては. ただやっぱりそういう機運はですね、やっぱりさっきの農民政権の時にも非常に起きたので、今度やっぱり農民政権と同じようなね、その後継者たるムン・ジェイン大統領になったので、現政権間でね、その機運というのは上がってくることを期待したいんですけども、ただ日本は依然として安倍政権ですので、そこが特に難しいところかもしれません、ね。最近は安倍政権の時に。まあ、でもなかなか受け皿がないので。그래서、그、지금정부를보면、그、과거의노무현정부와거의같은맥락에서의그런기운들이보이는데、그래서기대하고계시는바가많다고하시네요。그렇습니다。그뭐、동감입니다。근데、그、한인、관계물론더나아가면동북아관계로이어지겠습니다만사실그시기가길죠대체로1860년정도까지는올라갑니다한미관계というのはもう進んだらと北東アジアの関係になるんですが1860年代まで上っていける그때그때하나씩나왔어그러니까그때부터지금까지대충한150년정도되는것인데요そこから今まで약작150년ぐらいになるんですが긴동안에그뭐랄까요その長い間비슷한방향의이似たような주고받음이있었죠사실주고받음이라기보다는일본에의한일방적인가도뭐착취랄지그압박이랄지하여튼그런게있긴있었죠언제에비슷한언제와언제가비슷한거를말씀아니아니비슷한이야기가아니고지금내이야기는한일관계의비균형적그한미관계의바란스그바란스가안바란스가안바란스의のようなこういう状況は昔から今までいくつかあったということを話してる。で、それが1860年代정도로부터、물론더좁게보면1880년대정도부터는확실합니다。그러면130년정도되는데、그동안에있었던그일아주일관된일본의그국가기획이있었어요。조선에대한。そこからあった一貫一貫した日本の、朝鮮に対しての日韓の企画が日本にはあったという話をした。でも、その中で、극적인、가장대표적인게、1905년에、늑약、그걸뭐라고해야하나。보통、우리늑약이라고하는데、외교권박탈이라는조약이있었고。한일2차협약이에요。その中で一番目立っているのが1905年の韓日韓日第2次協約1910年에第2次日韓協約日韓協約10年에합방이있었고요でそれとその以降1910年に그사이에많은일들이있지않았습니까その後はもういろんなことがあったんですが그게조선편에서보면19년에3일운동이있었고1919년에조선정부가생겼습니다それによって朝鮮政府ができたんですね。で、で、그게이제40년대에집중적으로이런비극사태가많이일어났죠。で、その以降1940年代にこのような悲劇的なことが出て、조그만걸로는상대적으로작은걸로。1923년에관동진지도있었고요。1923년의관동大震災もあったし、이런일들을쭉이어서볼때에こんな一連のこと出来事を見てみたら共通的に見ると共通的に見ると현상적으로는민간現象的には의사건들인경우들이있는데人間の実験그러나실질적으로는
그게 다 국가폭력입니다. 아, 핵심은 국가폭력. 잠깐만요. 닌겐자나 그때 코진? 또이요. 그때 고진대 고진노, 샤카이대 샤카이노 것도 되게 것도 다 또 모아래로 까무시레나이 데스가 지사의 때끼니와 국가노 보력고 그러니까 국가에 의한 폭력인데 조선민에 대한 일본 국가의 폭력인데 이것이 물론 일본민에 대한 폭력도 포함되어 있습니다. 네, 국가からの 국민에 대해서 보력なんですが この中には 日本国から 日本国民에 대해서의 보력도 含まれているということなんですね. 그래서 이제 그것을 해결하는 데 있어서 궁극적으로는 시민끼리 민간 속에서 해결되어야 하는 것이죠. 그러나 중간 관계는 의미 있는 진전이 보다 효과적으로 되려면은 이루어지려면은 국가 간의 관계에서 진척이 되어야 하고 국가 국가 또 국가 간의 관계의 안에 進んでいかないといけないという話も 사실 불행스럽게도 일본의 국가 폭력만이 아니라 한국의 국가 폭력은 좀 더 심한 게 있었어요. 일본의 국가 폭력だけではなく 한국의 내에도 한국의 폭력, 한국 국가からの 폭력도 있었다ということなんですね. 근데 이 양 국가 폭력은 반성이 없습니다. おかしいのはこの両国の国家暴力は反省がないということをおっしゃってるんです。 근데 이제 한국에는 그 희망이 약간 보이죠. 네, 이마의 조경을見てみたら 한국ではその希望, その明るい希望がちょっと見えてくるんじゃないかなと 이런 기운이 이제 민간과 합쳐지고 この雰囲気が 민간と合わせられて 民간とこう協力して 민간이랑 합쳐지고 또 어떻게 되는 거예요? 그래서 이제 더욱더 확산이 되면 더욱 과거까지 거슬러 올라가서 반성과 성찰이 이루어지면 보다 밝은 미래를 건설할 수 있겠죠. 한국의 한국 국가와 한국 민간인들이 서로 협력해서 더 과거로 가서 반성 성찰이 이루어지면 일본과의 공동 반성 공동 성찰로까지 나아가야죠. 韓国で今のこういう雰囲気で韓国の国民と韓国の政府がちょっと協力して反省と政策が叶えられるんだったらもっと過去のところまで行って登っていってそこから日本との協力で共通的にその反省とか政策を 目指して 進んでいけられるっていう 그런데 질문도 하고 싶고 이 핵심이 되는 건 뭐냐면 그 핵심이라는 질문은 이 앞으로의 진행에서 그 핵심이 되는 몇개 개념이 있는데 그것은 1년에 지금 100년이 넘는 이 기간 동안에 비극의 중심이랄지 그 가운데에 한 쭉 흐르는 그 흐름 가운데 께에 줄기에 국가 폭력이라고 하는 게 있다는 겁니다. 이 국가 폭력에 주목하지 않으면 모토모 각인이 나르노와 これから 100년의 역사의 中で 국가 폭력という것도가 중심になっているということを絶対忘れちゃいけないということ. それが 각인이 나るっていうことなんですね. 그래서 국가의 문제와 민간의 문제, 그 앞으로의 해결 를 위한 그 방향이랄지 과제랄지 그런 걸 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그 선생님의 선생님은 동양 정치 사상 교수님. 동양 정치 동양 정치 동양 사상사 그걸 하셨나요? 대체로 동양 사상사. 그 선생님의 전문이 소って 이유 또 일본でもね 선생님의 幕末期 封建の 時代から 中国、まあ当時はまだ清という国、それから李氏朝鮮、そして日本の三つの国の関係についてたくさんの議論があったんです。先生もよくご存知の人何かあげると、林先生。私が聞き逃したんですが、じゃあ日本では幕末、幕末期から
朝鮮、西朝鮮と同一気配をしようか、新国とは同一気配をしようか、たくさんの思想家たちが出版をしたり、議論をしてきました。그일본에서는막말이라고하면은1800년대중반쯤1800년대중반쯤부터한국에대해서그러니까아니면다른나라에대해서어떻게이런그교류를어떻게 이들을대할까에대한연구고민뭐그런것들이굉장히활발히이루어지고있었다라는그전후시소관의中で그런것들을그어떻게어떻게해야된다라고말씀하신사상가들그런사상가들이굉장히많았다고하십니다그사상가들중에서조선과중국과일본과근데한つの国になって아세간론한つの国になって西洋諸列強イギリス、フランス、アメリカと対抗するんだアジアは一つになろうといった思想家は実はたくさんいるんです사상가들중에는한중일삼국이하나의나라가돼서서양의그런어떤그세력들에대항하는그런나라로하자고하는그런의견들을가진사상가들이굉장히많았다고공화국공연이죠그거가메이지국가메이지국가의지도자들에게큰영향을与えた吉田松陰吉田松陰これは韓国で何て言う吉田松陰。吉田松陰は吉田松陰。吉田松陰で、うん、吉田松陰の有名な言葉が一つ。朝鮮は取りやすき国なり。取りやすき国なり。つまり朝鮮は簡単に征服できるんだ。그吉田松陰に한얘기중에유명한얘기중에조선은아주간단하게손에넣을수있다그런거죠。その教えを。最も最初をやったのが西郷隆盛。ああ、그런걸그런생각을더일찍이한사람이西郷隆盛이었어요。西郷隆盛。つまり生還論です。先生が書いた生還論。生還論というのは朝鮮を取ってこの国を日本を富ます豊かにするんだっていう発想。정한론을주장한사람이西郷隆盛인데。그정한론을조선을먼저차지하고그다음에뭐라고세세모이까모이지도만족아저씨가생각하느라뭐칸가에르아소까이만한이만한기기노가시다는것가세간론세간론그러니까조선은세메테滅ぼしやすい国だ조선은それは吉田松陰だったそれを最初に実行したのが西郷隆盛그걸성처음에처음에실행한사람이西郷隆盛정한론을주장한西郷隆盛이죠それで韓国ではあまり有名じゃないかもしれませんけど西郷隆盛の弟に西郷継ぐ道っていうの西郷継ぐ道정한론을주장한西郷隆盛의동생인西郷継ぐ道柔道も아주柔道はそれは本読みで間違いない。つぐ道。最後つぐ道。つぐ道。でこの最後つぐ道が生還論の翌年の1870年に台湾に進出してます。1874年。日本の最初の対外。정한론을실행하기위해서이西郷隆盛의동생이1870년에출병을하게됩니다1870년이요70년또벌써1874년센합격나나준나나주연애연애74년에선생님오늘것도한번教えましょう1870년은타이완실패です1890년은日清戦争です日清戦争청일전쟁そうそうそう청일전쟁청일전쟁그러니까그날중일이라日露戦争です1900年日露戦争日露戦争1910年は第一次世界大戦です。ね、これみんな4がつきます。そうですね、日本にとって4というのは死です。日本で死を意味するので、縁起悪い。죽음을뜻해요。死だと해서。これ全部日本の戦争です。4개 4。はい。これ4개が다日本전쟁인데、뒤에4자가。これを偶然と見るか、必然と見るか。아니면 우연일까これただ でも
처음 러시아 World War First. World War First. 아, 그렇죠. 네. 1차 세계대. これはもちろん偶然です。けれども何が言えるかというと、日本は戦前戦争に次ぐ戦争の時代を生きてきた。ね。だから戦争に次ぐ戦争。だから日本は戦前は戦争によって国を養う。戦争によって国を。戦争を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 戦争
있잖아요. 그래서 일본 이게 다 일본 전쟁인데. 그러니까 전쟁으로 국가를 만든 나라다라고 말씀하신. 타이완을 아니면 조선을 나ぜ 植民地にしたのか? 戦争するためです. たくさんの人、物が必要です. 朝鮮から 타이완から. 근데 이게 명분은 목표는 그러니까 영어 말해서 코즈는 이 공통의 목표가 뭐냐? 도시의 공동 번영이었어요. 인류평화였고. 근데 아무튼 전쟁 여기까지 말씀하신 건 일본 전쟁을 위해서 거예요, 네 이거. 전쟁을 위해서 일본 그 대만과 조선을 식민지화했다. 아니 그건 그런데 그래서 대만, 조선, 청, 러시아 그리고 세계 대전으로 들어가는데 근데 선생의 문제 제기를 가리키면서 워 전쟁이라는 건 국가 폭력입니다. National violence입니다. 근데 아, 아 대통령께서는,네, 아, 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 예. 日本には戦前戦争つまり暴力によって 일본에는まさに先生の書かれたプロスペリティになったというそれを多くの人たちは犠牲になりながら あれは仕方のない戦争であった仕方のない 많은 사람들은 희생하면서도 정말 어쩔 수 없는 그런 전쟁이었다 そういう仕方がないつまりもうやるしかなかった할 수밖에 없는 避けられない 戦争だ 피할 수 없는 그런 전쟁이었다고 そういう総括を戦後の人もやってしまったんですね ところが今日本は 先生ここから大事なんですよ 韓国も同じなんですけども日米安保を結んでるねこれは日米安保同盟アライアンスこれも私はバイオレンスだと思いますだから日本は戦前も戦後も続けて暴力によってこの国が形成されているいい国は暴力は さらなる大きな暴力を呼ぶっていう性格が暴力軍、特訓暴力を呼ぶ韓米安保によって暴力国家になろうとしている。そういうことに対するレジェクト、拒否をする韓国の若い人たちが今ぐわっと出てきた。それを拒否하고있는 한국의 젊은이들이 점점 그 눈에 띄고 있다. それは先生の話を聞いてて思いました。その暴力によって歴史を作ってきた韓国を見直そうという動きが韓国の青年たちに生まれた。 폭력에 의해 역사를 만들어온 그런 국가를 만들어온 걸 그 비판하는 그런 젊은이들이 지금 등장하고 있고 희망이죠. 暴力から解放されて初めて平和があり人権が獲得できる 폭력으로부터 해방됐을 때 비로소 평화도 있고 인권도 있고 한 것이라고 그렇죠 私たちがこれから求めるのは 国のプロスペリティではなくて human being의 まさに human rights である と思います 우리가 지금 그 목표로 하고 있는 건 인류가 목표로 하고 있는 건 국가의 어떤 그런 그 존재 뭐 이런 것보다는 인간의 어떤 존재 이런 것들을 더
韓国の青年労働者がパク・クネ政権を倒した。韓国の青年労働者がパク・クネ政権を倒した。何を倒したかというと、それは不正と暴力を倒した。何を倒したかというと、それは不正と暴力を倒した。不正、unfairness and violence を倒そうとした。不正、不正。そして平等と平和を獲得しようとした。それがね、文在寅大統領を生み出した。平等과그평화평등과평화를추구하고있다해도또해와そう해와또まあ人権でもね、ピースアンドヒューマンライツ、人権도거기에이제포함이되는거고。사실21세기에들어와서21세기に入ってから、세계적인범위에서요그안보나평화에대한새로운개념이나오고있는데요안보とか平和とかについての新しい概念が出てくるという전투력전쟁수행력이아니라그것은전투력とか戦争を行う力그인간집단별가령민족이나인종이나사이의화평화해공존공생이것이진정한안전을보장하는것이다인간도시의그회화とかそういうのがあのまことな안定をもたらすということなんですね。그런데이게이제가장큰위협이하나있거든요그게아메리카의권위입니다ところがものすごくこう気球になる気球になるこう軸になるあの脅迫的なことになるのがアメリカのあの力であるという、そうそう、アメリカに日本も従属している韓国も従属している、あ미국에일본도종속해있고한국도종속하고있다日本では今対米従属という言葉があるんですけど、もう一つ日本で対米従属流行ってる言葉があるんです。それはね、尊米、Respect in the United States、こういう尊米という言葉が入る。尊米、尊米、Respect in America。ね、そう。あとちょ宗教観美国いらんって。Reverend、Reverend of America。アメリカ。とんでもない話です。ジャパアメリカ、ジャパアメリカ、ジャパアメリカ、We admire you, Apple America。尊米、尊米、これが日本では入ってる。従属よりもっと尊敬しちゃう。ただ単にこう従ってるだけじゃなくて、もう自分からリスペクト。あ、リスペクトいう。自分の조금한이야기하나만할게요。一言。그아메리카를아메리카이를한국에서는미국이라고합니다미국っていうんですね。네。근데일본에서는미국이라고하죠。그래와우츠쿠시그러니까이것이사실은더적절한겁니다그렇죠예고매요뭐에디퀴트뭐모더리트요즘아시한국에서도처음에는쌀밑자를썼습니다그러니까그랬어요이건플랫들이아부하는데요그렇죠나중에우방인데우리를도와준국가라서저이밑자를이렇게바꾼거예요사실중국애들은지금이걸왔다갔다쓸겁니다지금중국에서이걸쓰고있어요예지금이걸쓰고있어요근데중국애들도주로이걸썼어요쓰다가이렇게휘어넘어왔어요예예맞습니다최근에이걸쓰고있는데やっぱりこれに含まれてる意味はあのいいいいイメージにするとかそういう意味がなるほど。그래서일단한국이일본사람을따라가야할게조그만걸로일단이것이있다고나는겁니다그래와あの韓国が日本の方によって日本の方を日本のこういうのに
따라가요? 그러니까 아메리카를 아름다울 미처 beautiful America로 부르는 게 아니고 wise producing America. 한국은 무너지지 않을까 불러야 한다. 아, 나름네. 그러지 않았더네. 아니면 미국 그때 있죠. 네. 아, 그리고 전반, 조세 탕감은 여기서 마무리 짓는 거예요. 아, 그리고 전반적으로. 네. 그 아무래도 어려운 걸음을 하시고 다른 일이 또 있으시겠지만, 그 고케츠 선생님께서 오늘 이야기한 것 관련해서 좀 더 꼭 보태고 싶은 이야기들이 아마 있을 겁니다. 그걸 혼자 조금 길게 이야기하시고 요약해서 전해주시는 걸로 마무리하면 되겠습니다. 예, 그렇게 하죠. 보노바 도시, 보노바 도시 때 뭔가 伝えたいことがあれば先生、僕は今韓国の人たちがねとても素晴らしいスローガンを言っておられる。それはね、エディスアライアンス、これが同盟ですか? Get lost with your third. サードを持って消えろというね。 これは, 지금 한국 사람들이 굉장한 그런 그 어떤 상황을 보여주고 있는데 사드는 없어져라라든지 뭐 이런 얘기들이 등장하고 있습니다. 그리고 この言葉と響き合うと思ってるんですけども 문재인 대통령이 트럼프 米 대통령과 회담했을때 문재인 대통령이 트럼프 대통령하고 회담했을 때 米韓 동맹 に触れてね、アメリカの高官が韓国はただ乗りしていると安保ただ乗りフリーライド防衛してもらってるから。韓国이 왜 트럼프가 그런 얘기를 했었잖아요. 한국은 무임승차하고 있다. 안보에 관해서 무임승차하고 있다라고 했는데. これに対して文在寅大統領が猛烈に反発をした。何を言ってるんだと。 무슨 소리냐? 굉장히 반발하고 남북 분단 상태를 고정화시키는 최악의 원인이 아메리카에 있다고. 아메리카를 고정화한 분단하게 한 그런 아주 그 최 그런 원인은 미국이다. 한국에 展開する 미군 아니면 한국에 持ち込まれた 核兵器 これが あるからこそ 北朝鮮は 核によって対抗しようとする。北朝鮮の核開発、核武装の大きなる原因はアメリカが作ったんだと私は思うんですね。 선생님은 그 핵 문제, 그 한국 한반도의 분단 문제라든지 뭐 핵 문제라든지 이런 모든 원인은 미국에 있다고 생각하신대요. 문재인 대통령이 아메리카가 한국과 ただ乗りしてるっていう言い方に猛烈に反発したのは 그렇게 불임승차 2つの意味があって、1つはね、南北分断、南北が対立状況にある大きな原因はアメリカがあるんだよっていうことと、対立상황에 있는 큰 원인은 미국이다라는 것과 段階的にでもいいから在韓米軍をやっぱり撤退してほしい。 단계적으로라도 괜찮으니까 제 한국에 있는 미군을 퇴진하게 했으면 좋겠다는. これ以上北との対立を深めて一番不幸になるのは韓国国民、そして北朝鮮国民、そして日本国民なんだ。 이렇게 한국과 그러니까 남북 간의 그런 대립이 깊어지면 깊어질수록 가장 피해를 많이 보는 건 한국 사람. 그다음에 북한 사람, 그다음에 일본 사람이다. なので私は韓国と日本が共同して同盟国アメリカに対してこれ以上北朝鮮との対立を煽らないでほしい。うん。그래서 한국하고 북한이 미국에 대해서 미국에 대해서 어떻게？そして 문재인 대통령이 北に 同盟国が、미국에 대한 동맹을 맺어야 되잖아요。交渉を呼びかけたんだけれども、アメリカが北朝鮮に対して少し緩和をすれば、必ず北は韓国との交渉にあるいはテーブルにつくと思います。うん。あ、もう미국이 그 북한에 대해서 조금 강압적으로나 그런 어떤 조치를 취하면 분명히 북한은 한국하고의 어떤 그런 협상 테이블 이런 걸 만들지 않을까라는 생각을 하신다고。
そういう意味でまず我々の国日本と韓国が歴史問題を乗り越えて日本하고한국이역사문제를넘어서서今までの圧力をねやっぱり解消して지금까지압력本当に韓日心の同盟いうものをね마음의동맹そうかメントルアライアンスメントルアライアンス心の精神の同盟정신적인동맹그다음에그심적これを構築すべきだ이런거를구축해야한다それができるのは我々韓国民衆及び日本民衆である이게이걸할수있는게한국민중이나일본민중이니까민간인이라는얘기죠また韓国では先生のような皆さんのような言論人ジャーナリストである정보가못하니까その全ての力をそこに注いで初めてジャーナリストとしてのあるいは研究者としての言論人としての責務が全うできるんだと僕は思います。能力を가지고있는사람은한국국민이고또일본국민이고그위에또한국의저널리스트연구자고일본의저널리스트연구자이런이런그동맹이나협력이있을때있어야만한다그말씀本当にそういう意味で先生こういうこういう機会を作っていただいて本当にありがとうございます。그런의미로이런기회를만들어주셔서대단히감사합니다라고말씀하시는네조금몇마디더부탁하겠습니다네초듯하게아그리고전아니박영식선생님도전반적으로꼭보태고싶은말씀글쎄지금뭐고개츠선생님이언제아주중요한얘기를다하셔가지고네뭐저희가뭐크게이제할얘기는없습니다만은제일중요한것은지금까지그국가폭력이란말을아까했듯이거기서벗어나는것이제일중요하다고생각합니다국가보호국가라가위보살해는것도가장보통은다이진다국가폭력이없어질때민중의힘이올바르게쓴다는것을요번그촛불집회에서보여준거라고봅니다저는그래서국가보호력가나끝나루그것도가아래바아마국민의힘이강해질것이라는것을말씀하셨어요지금이제한국적인그지금상황이있지만은지금세계여러국가에서한국적인이상황을상당히관심있고주목을하고있는것은바로이국민들의의식에상당히주목하는걸로지금보이고있습니다세계가한국에주목시대로는국민인식이다또국민의인식이인식이다또권력은이제그민중의힘을무서워할줄아는그런시대가빨리정착이돼야된다고하는게제개인적인생각입니다국민의힘과권력과오소레루오소레루도있는데스가認めてくれるところだとそれが大事だとおっしゃってるんですね약간이제그덧붙임을좀하겠습니다오늘은사실박인식선생이고생해서준비를해오신것이과거사에특별한사건두개또는세개였기때문에그걸가지고주로이야기를했습니다표와박인식선생から用意してくださったテーマについて話してたんですが、主にそういう話をしてたんですが、実は사실고객선생이오랫동안연구해오신여러주제들을굵게줄기와중심을잡아서이야기하려면은오늘보다는좀더다른자리를가져야할것같습니다先生が今まで研究なされたそういうテーマについて話すためにはもっとこう時間も必要し他の場でもっとそういう話を広げる必要があるということをおっしゃったんですちょっと本を紹介して本あ、本ですかちょっと本그래서가령가방속에있는특히그보자면사실이게아메리카의국가폭력이사실가장중요한악이라고봅니다만そうですね一番一番こう注目しなきゃいけないことはアメリカの国家暴力だとおっしゃってます그것을완화시키기위한공동의힘들이형성이돼야하는데それを
それを弱す共通の力が形成されないといけないという。 그거의 중요한 요소로 한국과 일본의 민, 시민이 있을 것으로 봅니다. それを作るに一番重要な要素は韓国と日本の市民の力ということをおっしゃっています。 그래서 이제 국가적으로 한국, 일본, 중국, 러시아, 물론 북한, 이 참 두루 어울리는 이 평화와 화해와 협력의 연대, 이것이 이루어지기를 기대하고 싶습니다. 북한 아시아의 평화와 협력의 連帯が 一番必要じゃないかなっていう話をおっしゃってます。私もあの東北アジア平和共同体っていう学会を作りまして、今日本ではそのリーダーの一人に元総理大臣の鳩山由紀夫さんがなっています。ちょっとここで先生一つ出版というか本の紹介をさせていただきたい。책을 좀 소개하고 싶네요. 今 私は 한국에 何冊かの本を翻訳出版しています。 한국에서 몇 권 책이 번역이 되어서 최초에 번역한 건 侵略戦争っていう本から もう今7、8冊で これは韓国で翻訳出版して一番新しい、あの、キム・ジョンオク先生が翻訳をいただいて、私たちの戦争責任というので、中はそう簡単ではないかもしれませんけれども、 今私の考え方、それから今先生と今お話を短い時間ですけれども、させていただいた内容に関わるようなことをいっぱい詰まってますので、ぜひお読みいただければと思います。 지금 여기서 한 얘기들이 책 안에 간단한 얘기는 아니지만 이 책 안에 들어있다고 하세요. 근데 저도 좀 개인적인 소견을 말씀드리자면 이 책이 제가 전문가는 아니지만 아무튼 그 선생님의 조언을 얻어서 번역을 저기 선생 이거 이거 네, 맞아요. 맞죠. 그래서 어쨌든 선생님의 요즘에 그런 어떤 의견이라든지 이런 것들이 책 안에 들어있다고 말씀하시네요. 일단 제목만 보아도 네. 향후 우리의 공동 과제에 대해서 일본의 시민과 일본의 양심적인 지식인들이 무엇을 할 것인가. 같은 기획과 각오가 들어 있는 것을 느낄 수가 있습니다. 네, 네. 네, 이 テーマだけ見てみても、日本の知識人とか研究者たちがどういうふうに考えているのか、何を言いたいのかがわかるようなそのテーマだと思います。今日は感謝の気持ちを込めて 선생님 이 この本 감사의 마음을 담아서 선생님께 드립니다. 그리고 이제 그 딱 하나요. 신부님. 예, 앞으로 이제 코로나를 자주 하시면 이런 자리를 좀 더 마련해서 좀 더 구체적으로 좀 더 진전된 내용을 다룰 수 있기를 희망합니다. 돈돈 일하셨대구다 사레바 このような 바오 모토 히라이테 こんな話を開いて進んでいけるように進みますというようなことを言いますと、また先生これ読んでいただいてご批判をいただくと、ありがとうございます。本部を褒めます。읽어주시면읽어주시고그소감을말씀해주시면감사합니다。번역이제대로됐을지는좀자신은없습니다만。잘하셨겠죠。じゃあ、그럼。 아주 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 예, 오래 삼아 드시죠.